7月30日第341回ポコナカワヤニマルラジオになります。7月ももう明日で終わりということでね、あっという間に気がつけば、8月になって、もう本当夏も真っ盛りという感じですけど、8月お盆越えてくるとだいぶね、ピークが越えてくるのかなと思うんで、そこまではちょっと今年はね本当ひどい暑さなんで、うまいこと、切り抜けないといけないかなと思っています。やっぱり僕昨日ちょっと夜ね、サンルームの、窓を閉めっぱなしにして、寝てしまったんですけど、朝起きてみるとサンルームがねとんでもない温度になってたんでね、朝だけでこれなんで日中の一番暑い時間をね、そのままにしてたら、まあ別にサンルームに生き物が今いるわけじゃないんで大丈夫なんですけど、まあとんでもないことになってるよねという、ことですね。そんな感じで、今日はねサンルームをまた早く閉めて、サンルームに今ちょっと虫がいるんでね、そいつらをちょっと駆除するために今日は激アツのサンルームを作ろうかなと思ったりしています。久しぶりに今日はね、ミシピアカミミガメのねアルビノアルティメットパラドックスですね、ダブル劣勢ということで16分の1の確率でね、まあ、アルビノ因子とアルティメットパラドックスの因子を持ってると4分の1×4分の1で16分の1というね、単純に計算すると分かりやすい話ですけど、まあ、確率が16分の1で出るカメなんですけど、まあそこにね劣勢がどんどんホモで乗っかっていくと作りやすくなっていくという一例で、今はねすごい大量に来て結構安価な値段で買えたんですけど、まあそれもねこの間までの話でも新規で、輸入したりすること、販売しているものが、ね、なくなってしまったので、まあ本当よっぽど仲のいい相手から譲り受けるしかないっていうような、悲しい状況に追いやられてしまったカメです。こんな美しいカメがね買えなくなってしまうというのは本当に残念なことだと僕も思っていますので、まあ今ねいろいろなところでねいろいろなものが流されて、そういうことによってね、どんどんその飼育できる生き物が減っていくような、世の中になっていると思います。まあ、ワニガメは、まあ、特定動物だったので仕方がないとしても、カミツキガメね、あの辺のカメは、ね、かっこいいんでね、非常にまた飼育したいなと思うんですけど、カミツキガメだったり、まあ、ブラックバスも昔ね、子供の頃は全然平気だったんで、よく売ってるのを買ってきたり、川で取ってきたりしてね、やっていました。もちろん、ブルーギル、でカダヤシなんかはね、グッピーの冬コスバみたいなイメージでね、色は汚いんですけど、団体制でねバンバン子供を産んでくれるんで、とても面白いなと思って飼育していた記憶があるんですけど、そういったものがね全て、許可がないと飼育できないという状況、そしてプラスしてねガーパイク、まだ多分国内では増えてないんでしょうけど、いろいろなところでね、目撃されたり捕獲されたりしているという状況が続いていて、まあ、僕はガーパイク大好きだったんですけどね、それも飼えなくなってしまって、なんでこれ以上ね、そういう生き物を増やさないように、業界全体がね、協力して、そして、まあ、アクア業界、爬虫類業界だけではなくてね、ブラックバス、スモールマウスバスに関しては、まあ、釣り業界の方の方々がね、もうちょっと考えていかないと、本当にね、釣りっていう、ね、楽しみすらできないような時代が来る可能性があるんじゃないかなっていう、それぐらいね、良くない方向に今動いてしまっていると思います。なんで本当ね、外来生物、ね、飼育して楽しんでいる僕たちからするとね、本来で言うとね、そこをちゃんとしっかりしないといけないよねっていうところだと思います。オーストラリアなんかはね、だいぶ厳しいみたいですしね。そして日本の生き物がね、だんだん減ってきてしまっている。乱獲だったり、まあ開発。まあ乱獲のせいにされがちですけど、一番メインなのは開発だっていうのはね、結構しっかりした人たちがよく言ってるのをよく目にすることがあります。まあ目に見えてね、乱獲してるよっていう人たちを、そこにね、そのせいにしてしまうっていうのは簡単なんだと思うんですけど、まあいきなり川がね、埋められたりとかね、もともとの源流がせき止められてしまったりとかね、まあ、もういろんな事情があったりしてね、まあ、結局はね、まあ、人間がいけないんですけど、まあ、そういうことでね、とばっちりを受けやすい業界でもあるのでね、より気をつけないといけないのかなと思っています。
今日も暑くてね、本当嫌になるような感じ。そして日曜日ですけど、これ日中昨日ちょっと外出たらもう灼熱すぎてどうにもならなかったんでね、今日も家の中でちょっとゆっくりして、夕方ね、子供と散歩行く程度の、1日になるのかなと思います。逆に暑すぎて外に出れないっていうか、いや昔僕子供の頃になってここまで暑くなかったと思うんでね、エアコンつけなくてもどうにかなっちゃって結構あった気がするんで、まあ、もちろんそれは慣れだったりとかいろいろな面もあるとは思うんですけどね、ちょっとここ最近の暑さは本当ね嫌になるっていう感じですね。せめて、ね、ゲリラ豪雨のようなのがいっぱい起こってくれた方がまだね、一回そこで温度がちょっと下がるんでね、過ごしやすいんじゃないかなっていう。ただね、日照だけがあるっていう恐ろしい、あれになっています。だからこういう時っていうのはね、屋外イベントっていうのはなるべくちょっと避けるようにする、もしくは夜にやるっていうようにするしかないのかなっていう季節ですよね。その辺もしっかり含めて考えないといけないのかなっていうのが、ね、本当ね、熱中症でこの間中学生の、ね、女の子が道端に倒れててそのまま死んでしまったっていうね、痛ましい事件もあったりします。事故ですかね、はい。だから本当にね、気をつけないと、自分の命を、ね、奪いかねない。そして生き物たちの管理の方法もしっかり考えないと、大事な、ね、生き物たちの、命を奪ってしまうようなことになってしまうことがあるかもしれないっていうね。いや本当日本の夏って今恐ろしいなっていうふうに本当に思います。なんでね、今まで以上に、今まで大丈夫だったけどっていうのはね、通用しない世の中になってると思います。まあもちろんこれは獣害も含めてそうなんですけど、アライグマがね自分たちの町に来てしまったらいい餌場になってしまうんですよね。これは金魚とかもそうなんですけど、今まで金魚もね、カメも外で飼ってたけど大丈夫と思ってたら、ね、アライグマが来てね、綺麗ですね、そっくり食われてしまったとかね。で、まだ消えていなくなってしまうだけならね、あれですけど、ね、殻だけ残ってて血がね、いろんなところに飛び散ってたりとかっていうのを、ね、見ると、まあ、飼育者としては本当に残念な気持ちになると思います。なんでね、まあ、飼育者の観点からでも厳しいし、まあ、食べられてしまう生き物たちもね、とてもか、ね、苦しい思いをして食べられてしまうので、まあそうならないようにするっていうね、対策をね、どんどんいろいろ考えていかないといけないと思います。もう昔からと同じっていうのはね、通用しないっていうのはね、本当ここからね、一番考えないといけないことだと思います。それはね、対策、いろいろ他のことも含めてですよね。飼育、繁殖、ね、その辺も含めて、今まではこうだったから、じゃなくてね、新しい、プラスになるものを見つけて、そこにね、進んでいくっていうことが、まあ人間というのはそうやって成長してきているはずなので、ね、これからもそういうふうにね、次の世代、次の世代で効率よくね、もっと良くなっていくと思います。なのでね、どちらかというと、ちゃんと昔からこうだから、俺はこうだっていうんじゃなくてね、いや、昔はこうだったけど、今はこうだよねっていう、ちゃんとね、先を見据えて動けるような人にね、と仲良くなって、それを見ながらね、進んでいくと、まあ自分自身にとってすごいプラスになるんじゃないかなと思います。生き物の話からね、生き方の話のようになってしまいましたが、まあ本当にそういうもんだと思います。そしてね、アカミミガメが飼えなくなったね、巣も綺麗なんですよね。これと一緒にね、アルビノのパステルをね、飼いたかったですね。本当に、成長すれば成長するほどね、白っぽい肌がね、綺麗に見えてきて、ああ本当に普通のアルビノとは違うなっていうところですよね。ニシビアカミミガメすごいいいカメだと思いますんでね、本当、何かね、また規制が緩くなるようなことがあればいいんでしょうけど、多分ないと思います。厳しくなることはあってもね、緩くなることっていうのはなかなかないのでね。そしてじゃあ僕たちがね、しっかりしてると思っても、じゃあ1000人飼育者がいて、まあ、1% の10人が悪いことやったら、もう 100% ね、それは悪くなる方向に進んでしまうということなんでね、難しいなと思います。ということで今日は暑い日なので部屋の中で涼みながらダラダラ過ごしたいと思います。皆さんもね、熱中症、そして生き物も熱中症、気をつけて、一日お過ごしください。ありがとうございました。